能登半島の先っちょ鈴野市輪島あたりから内灘経由で富山高岡へ、能登半島 SG なんか自転車輪行の後旅予日までございます。能登半島の先っちょから始まりますね。まあこんな感じで南下していきます。鹿町とかね、七尾、氷見なんかを通って白井を通って内灘を通って津幡を通って高岡に至るという、そんな感じでございます。これは能登半島の先っちょの方ですね。写真とねビデオの部分があって、それぞれでねちょっとね時間の関係がね前後いたしますのでご了承ください。これはね能登半島のね北部ですね、海岸線沿いだと思います。空には雲が浮かんでいて、青空も見えていて、海岸線の建物でございます。これはね市役所だと思うんですよね。もしかしたら輪島か違うところかって感じでございます。まあ細かいことはちょっと忘れてしまいましたね。川が流れていて住宅が建っている。これは輪島市の市役所の近くみたいですね。田んぼの中に一本の道があります。青々としてとても綺麗な景色ですね。山に囲まれております。田んぼのグリーンは綺麗ですよね。静かな場所ですね。なんか石がいっぱい置いてあるところで一休みでございます。道路脇でございます。海も見えております。日本海でございます。こういうところを旅しておりました。ちょっと高くなってるところから海を眺めております。陸地がね入り組んでいるんですね。ちょっと坂道なんかも走っていきましたね。水平線と雲、そして夕暮れ時でございます。確かね鹿町っていうところでね泊まったような記憶が残っております。夕暮れ時の街並みでございます。空がほんのりピンクに染まっております。宿でございます。鹿町っていうところでね泊まった記憶が残っております。気がついたら今僕はここにいた。空も海も綺麗なブルー。海岸線の道路を自転車で走っていたようでございます。ここは一体どこなのでしょう。たくさんの車が行き交います。海と道と建物と山、田んぼが広がっておりますね。ちょっと内陸に来たようでございます。この看板を利用してね場所の特定をやってみます。白石くんのね志賀町、志賀町か志
近町というところに今いるようでございます。木造の建物がなんか綺麗でしたね。住宅街と山の境の川の上にいるようでございます。志賀町の総合案内マップっていう、のが見えております。志賀町か、ついつい志賀って呼んでるか、志賀町なんですね。気がついたら今僕はここにいた。気がついたら今僕はここにいた。一体ここはどこなのでしょう。真ん中に雪が積もった時に水が出るところがありますね。そこから水が出て雪を溶かす時に道路にサビがね舞って赤くなっております。雪国ですね。田んぼと山、そんな景色でございます。ここはどこなんでしょうか。気がついたら今僕はここにいた。どうやらここはですね、富山湾のようでございますね。この辺だと思うんですよね。志賀町からね、ずっとね、移動してきたんだと思うんですよね。今いるのは七尾市というところでございます。石川県でございます。気がついたら今僕はここにいた。綺麗な海、綺麗な空、綺麗な山、綺麗な街並みでございます。海が輝いておりますね。中野都庁ですね。写真とビデオでは時間の関係性が前後いたします。川に空が映っている。テニスコートでしょうかね。橋の上で車がたくさん信号待ちしておりますね。ちょっと空は曇ってんのかな。水辺にやってきました。七重の近くかもしれないですね。七尾か、七尾の近くかもしれませんね。これはね、おそらくね、富山湾の方まで来てると思いますね。空はいい天気、海の景色もいい、山がドーンと存在しております。海への階段、離れ小島、岩、海の景色でございます。真夏の海でございます。海岸線の建物たち、気がついたら今僕は石川県から富山県に入っていくようでございます。富山湾でございます。神社でございます。読めない神社、日本家屋が立ち並んでおります。気がついたら今僕はここにいた。国道
160号線、富山県の氷見市の尾脇というところにいるようでございます。見えていた海はですね、富山湾のようでございます。氷見市を今移動しているようでございます。空も綺麗、海もなんか綺麗、明るい空。氷見駅ですね。氷見の駅までやってきました。氷見駅はこの辺でございます。市街地のようでございますね。お店が並んでいるようでございます。アーケードが、屋根がね、歩道についておりますね。気がついたら今僕は氷見にいた。空はいい天気のようでございます。ここはどこでしょうかね。市役所ですかね。トラックが行き過ぎていきます。神社が見えます。峠を越えていくようでございます。気がついたら今僕はここにいた。川を渡っているようでございます。水辺が見えております。空は曇っております。田んぼが広がっています。広い空ですね。気がついたら今僕はここにいた。田んぼが広がっております。住宅街を通っております。日本家屋が並んでおります。駅に着きました。能登階段列車、あなたの隣にも。ここはですね、知事駅というところでございます。佐久市にあるんですね。あ、佐久市じゃない、羽咋市にあります。この辺を通っているようでございます。ただ単にね、駅に立ち寄っただけみたいでございます。気がついたら今僕はここにいた。七尾線っていうんですね。あたりには田んぼ、そして川、そして遠くに山々。空はちょっと曇っているようでございます。赤い電車が走って行きます。田んぼと民家が立ち並んでおります。田んぼだらけ。また赤い電車が、グリーンの田んぼとね、小高い山と住宅街の中を駆け抜けていきます。下に線路が見えます。街中を通り抜けていくようでございます。どこかの市役所の前のようでございます。気がついたら今僕はここにいた。
木南って読むのかな、 JR の七尾線の駅だと思います。駅前の風景でございます。たくさん建物が並んでおります。ネットカフェですね。気がついたら今僕は特急電車を眺めていた。一体ここはどこなのでしょう。田んぼと線路と列車が見えております。そして幹線道路に今いるようでございます。レールを越えていくようでございます。空は曇っています。赤い電車が下をくぐってゆっくり走っていきます。横山駅というところにいますね。横山駅っていうのは河北市の中にあります。石川県の河北市に今いるようでございます。気がついたら今僕はここにいた。駅前の風景でございます。河北市役所でございます。ちょっと空が暗くなってきましたかね。内灘町というところに入っていくようでございます。日本海のね、能登半島の付け根でございます。内灘町というところに入っていきます。空が曇っております。なんか昔東京で走っていた電車がたくさん並んでおりますね。ですね、内灘駅って読むのかな。 この場所にね今いるようでございます。気がついたら今僕はここにいた。昔東京で走っていた電車が走り去っていきます。石川県の内灘駅っていうところにいます。内灘町というところにいます。単線の線路、駅の前なんですね。川が流れております。空は曇っております。暗くなってきましたね。ネットカフェの前で朝ですね。ここは一体どこでしょうか。このね、津幡町っていうところのね、役場にね今いるようでございます。石川県でございます。気がついたら今僕は踏切にいた。赤い電車が通り過ぎていきます。でしょうかね、虫が鳴いております。山あいに入っていきましたね。おそらくここは津幡市かな、津幡町だっけ、柴田市ですよね。津幡だよ、津幡。たくさんの建物が並んでおります。
会の街並みですね。そして山道に入っていくようでございます。田んぼと自販機、そして山、草木生い茂る山の景色。気がついたら今僕はここにいた。ここは石川県の津幡町みたいでございます。七尾線の踏切のようでございます。このね、中津幡駅でございますね。赤い電車が通り過ぎていきます。セミの声が聞こえます。山あいに田んぼもある。そして峠道を越えていくようでございます。気がついたら今僕はここにいた。田んぼが広がっております。空はいい天気。気がついたら今僕はここにいた。水門が見えましたね。ちょっと夏バテだったんですね。休憩しております。気がついたら今僕はここにいた。高岡市に入ってきたようでございます。富山県でございます。高岡市でございます。こんな感じでやってきたんだと思います。こんな感じで、空は夏の空ですね。高岡の駅でしょうかね。ディーゼルカーに乗って移動して新幹線の駅に着きました。新高岡駅でございます。これから東京に帰るようでございます。8月の高岡でございます。空はちょっと止まっています。北陸新幹線っていうんですかね、川を渡っております。気がついた高岡の市街地にたどり着いたようでございます。古びた、錆びれた、美しい市街地でございます。町の交差点でございます。新幹線の駅です。新幹線の駅からの眺めでございます。